ありがとうこんにちは。ゆひこです。それでは今回なんですけども、D 払いやドコモ等を装ったフィッシング詐欺に注意、未然に防止するための対策などということで、今回はドコモの公式ページでフィッシング SMS についてのお知らせがあったので、そちらについてお伝えしていこうと思います。ということで、今回はこちらのドコモの公式ページのお知らせから引っ張ってきました。ドコモからのお知らせ、ドコモ等を装ったフィッシングショートメールにご注意くださいということで、ちょっとですね、僕の方で一部抜粋してまとめてみました。 まあ流れとしたら、ドコモを装ったショートメールがまず届くと。そして、SMS の文面にあるリンクにアクセスをすると、ドコモのホームページにとてもよく似ているウェブサイトに繋がって、そこで繋がった時に、D アカウントの ID、そしてパスワード、ネットワーク、暗証番号やクレジットカード情報の個人情報を不正に取得されるという流れで、まあこう,うまあこのようなフィッシングサイトに誘導しての被害っていうのが現在発生してるみたいなんですよね。 まあこれに対してドコモ側はフィッシングショートメールは送信元がこのような電話番号、まあプラス85999といったプラス始まりの電話番号等のものが多く 報告されておりますが、まあ、ここ赤字で書いてるんですけども、電話番号を表示したショートメールを用いて、お客様へ各種ご連絡を行うことは一切ありませんということでした。なので、ドコモからこのようなメッセージが来てももう完全に無視してくださいということですね。まあ、気になったときは、ドコモに問い合わせてあったりとか、あとはもうドコモショップとかに相談するのもいいと思います。 一応対策も公式ホームページの方に出てたので簡単にまとめてみました。まず一つ目っていうのはメールのリンクを踏まないということですね。こちらも先ほどお伝えしました。そして2番目の ID パスワードは第三者に推測されにくい ID やパスワードに設定するということで、まあ、ちょっと複雑にしてくださいと。なのでまあちょっと下にも書いてある通り、大文字小文字を混ぜた 文字数でパスワードを設定、ID やパスワードを設定ということ。そして他社のサービスとは違う ID、パスワードに設定ということですね。これ結構、かなりの人が一緒にしている方が多いと思うんですけども、まあ、これはもう本当に変えた方がいいと思います。次は2段階認証に設定するということですね。まあ、これはもうセブンペイの件もあったので、もう必ずこれは設定しておいた方がいいと思います。 このような時って、クレジットカードの場合は保証などはあったりするんですけども、キャリア決済に関してのトラブルっていうのは、キャリア側の保証がほとんどないので、もうこういう時に関してはもう自己防衛するしかないので、気をつけないといけないですね。いやもう、それにしてもですね、もうほんと最近めちゃくちゃ増えてますよね。フィッシング系のメールとか、まあショートメールとかですね。そして、その内容もほんと上手にできすぎて、僕も少し前だと、まあアマゾンっぽいものからメールが来て、まあ今出ている左の画像なんですけども、ほんと上手に作られてす。 てますよねでよく見たらアドレスも違うし日本語もちょっとおかしかったりするんですよね、まあ、僕の場合この題名を見ていただいたらかるんですけどもお客様の Amazon プライム会員が更新できなくて,ってできなくてってなんやねんっていう <laughs> この時点でちょっと変ですよねで右の画像なんですけども届いてるアドレスを見たらこんな感じです もう完全に怪しいっていう。なので、いつどこのタイミングでこのようなことが起きるかわからないので、もし、まあそのようなことが起きた時は、まあ冷静に対処して誰かに相談するのもいいと思います。まあそんなこんなでですね、今回は D 払いやドコモを装ったフィッシング詐欺について、そしてその対策についてお伝えをさせていただきました。本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。